岡田広樹は日本のプロボクサー。東京都中野区出身。第38代日本スーパーライト級王者。元 WBO アジアパシフィックスーパーライト級王者。門角蛇宝石ボクシングジム所属。現トレーナーは石原裕太。寸大学園高等学校3年の時にライトウェルター級で、 インターハイ、国体2冠獲得。明治大学進学後はボクシングから離れるが、周囲の、もったいないの声を聞き中退して、プロ入りを決意。2011年10月1日、高楽園ホールで、中野和也とスーパーライト級4回戦を行い、2回51秒、TKO 勝ちを収めデビュー戦を白星で飾った。同じジムの福地武人と東日本新人王決勝で、 同門対決をする予定だったが、岡田が怪我のため危険したため東日本新人王の座を逃した。2013年3月25日、後楽園ホールで宮城礼次とスーパーライト級6回戦を行い、4回2分27秒、TKO 勝ちを収めた。2013年5月28日、後楽園ホールでヘリアンドリアントとスーパーライト級8回戦を行い、 デビュー戦から6試合連続小勝ちとなる2回2分40秒小勝ちを収めた。6月11日、東日本ボクシング協会2013年5月度の月間新栄賞に選出された。2013年11月25日、後楽園ホールで JP イグナシオとスーパーライト級8回戦を行い、デビュー戦から7試合連続小勝ちとなる8回1分27秒。 TKO 勝ちを収めた。2013年12月25日、JBC は岡田を日本スーパーライト級2位にランクインした。2014年3月4日、後楽園ホールで小原慶太の王座返上に伴い日本スーパーライト級1位の小竹宮美元と日本スーパーライト級王座決定戦を行い、10回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。 4月4日、東日本ボクシング協会の2014年3月度月間間当賞に選出された。2014年7月28日、後楽園ホールで日本スーパーライト級1位のシャムバル、高一と対戦し、10回3から0の判定勝ちを収め初防衛に成功した。2015年3月7日、後楽園ホールで行われた第535回ダイナミックグローブで、 日本スーパーライト級1位の他園隼人と対戦し、3回2分18秒、TKO 価値を収め2度目の防衛に成功した。4月3日、東日本ボクシング協会の2015年3月度月間 MVP に選出された。2015年5月11日、東日本ボクシング協会チャンピオンカーニバル委員会は岡田を、チャンピオンカーニバルの関東賞に選出した。 2015年5月18日、同年7月4日に、後楽園ホールで行われる、第539回ダイナミックグローブで、日本スーパーライト級7位の小竹宮美元と再戦し、3度目の防衛を目指すことが決定した。6月27日、岡田がスパーリング中に負傷した右拳の骨折が判明したため試合は中止となった。2016年1月16日、 高楽園ホールで行われた第545回ダイナミックグローブで暫定王者の中澤正信と王座統一戦を行い3回58秒 TKO 勝ちを収め3度目の防衛に成功した1月29日東日本ボクシング協会の2016年1月度月間 MVP に選出された2016年4月19日高楽園ホールで 日本スーパーライト級1位の麻生光一と対戦し、7回2分15秒、TKO カチカチを収め4度目の防衛に成功した。5月10日、東日本ボクシング協会の2016年4月度月間関東賞に選出された。2016年7月25日、後楽園ホールで日本スーパーライト級3位の青木クリスチャーノと対戦し、 9回51秒3から0の負傷判定勝ちを収め5度目の防衛に成功した。2016年11月1日、後楽園ホールで日本スーパーライト級7位の細川バレンタインと対戦し、10回3から0の判定勝ちを収め6度目の防衛に成功した。2016年11月25日、同日付で日本スーパーライト級王座を返上した。 2017年3月4日、後楽園ホールでロデル・ウェンセスラオと65.0キログラム契約8回戦を行い、7回1分0秒 TKO 勝ちを収めた。2017年6月30日、後楽園ホールでゼリッツ・チャベスと64.0キログラム契約10回戦を行い、10回3から0の判定勝ちを収めた。2017年12月19日、 高楽園ホールで行われるスラックフェストで WBO 世界スーパーライト級8位のジェイソンパガラと WBO アジア太平洋スーパーライト級王座決定戦を行う予定だったが前日計量でパガラに体重超過があり失格となったため試合は岡田が勝った時のみ王座獲得となる条件で行われ試合は岡田が6回59秒 TKO 勝ちを収め王座の獲得に成功した 2018年8月、アメリカ進出に伴い、米国のトップランク社と3年間のプロポーション契約を締結した。日本人選手としては、村田良太に続いて2人目で、トップランク社側からオファーがあったという。2018年9月14日、カリフォルニア州フレズノの西部マウトアリーナで、 クリスチャン・ラファエル・コリアとのスーパーライト級10回戦で、米デビュー戦を行い、10回2から1で判定勝ち、収めた。なお、同日には、WBC 世界スーパーライト級王者、ホセ・カルロス・ラミレスとアントニオ・オロズコによる、タイトルマッチが行われたが、体重超過の上習半であるオロズコが、前日計量で失敗した際は、岡田がラミレスに挑戦するケースも、 同社からは伝えられていたという。2019年2月10日、カリフォルニア州フレズノの西部マウトアリーナにて、ホセカルロス・ラミレース・ VS、ホセ・ゼッペダの前座で、元 WBO ライト級王者レームンド・ベルトランと、ノンタイトル戦10回戦を行い、9回2分9秒、TKO 負けを喫して、プロ初黒星となった2019年11月2日。 カリフォルニア州カーソンのディグニティヘルススポーツパークにて、ミゲール・ベルチェット VS ジェソン捜査の前座で、北京五輪代表経験のあるハビエル・モリナと対戦するも、1回1分5秒 TKO 負けを、喫した。2020年12月14日、後楽園ホールで、日本ライト級5位の富岡樹と対戦し、8回3から0で判定勝ちを収め、再起に成功した。 ありがとうございます。